はい、皆さんこんにちは。今日はですね、なりなりという表現について勉強しましょう。このなりなりの前は動詞の辞書形が入ります。または名詞が入りますね。名詞が入ります。そして、まあ、なりで、ここ名詞となりの間にですね、助詞が入ることもあります。ただ入らない時もあるので、まあ、括弧をつけましたね。はい、でもちろんこれ A も B も同じ、ね、接続の形になります。でこれの意味はですね、まあ、A でもいい B でもいいという形で、というニュアンスで、例を挙げる表現ですね。はい、まあ、実は A でもいいし B でもいいし、まあ、その他でもいいという語感があります。ね、とにかく A でもいい B でもいい、ね、その他でもいいという表現で、例を挙げる。でこの例を挙げるときに、それは何のために例を挙げるかというと、何か方法や手段の例を挙げたり、まあ、それか対象の例を挙げたりして、これで主に相手にアドバイスをするようなときにこのなりなりを使うことがあります。ただですね、ちょっとこのアドバイスの語感なんですが、ちょっとこう軽く考えて、まあ、A とか B とかをこう例を挙げる、ね、そういう語感があるので、目上の人に使うとちょっと失礼な感じになります、ね、この点気をつけてください、ね。でこのなりなりは今言ったように主にアドバイス、ね、アドバイスですね、助言ですね、アドバイス、ね、アドバイスに使うので、まあ、助言ですよね。例えば机の上に何がある、その時にこう一つ二つ例を挙げる時の言い方、もしくは休みの日に何をしましたかと、ね、そのことで一つ二つ動作の例を挙げる、まあ、こういう時にはこのなりなりは使いません、ね、ちょっと見てみましょう、ね。はい、運動するなり食事制限するなりして痩せた方がいいですよ、ね。はい、これはねもちろんいいですよね、アドバイスですよね。運動するなり食事制限するなりして痩せた方がいいですよ、ね、運動でもいいです、食事制限でもいいです、そんな感じですね。でこれは実はもっと簡単な文法だとたりたりを使ってもいいですよね。たりたりの場合は動詞たけプラスりですね。運動したり食事制限したりして痩せた方がいいですよ、これももちろんいいです、ね。そして、進路については親になり先生になり相談して決めましょう、ね。はい、まあ、進路っていうのは将来、ね、大学に進みますか、それとも会社に就職しますか、そういうの進路ですよね。じゃあこれはね、まあ、親でもいいです先生でもいいです、まあ、とにかく相談して決めましょうと、これアドバイスですね。はい、これもちろんいいですね。はい、でこれもいいでしょう、ね、やなどを使ってもいいですね。もっと簡単な表現ですよね。進路については親や先生などに相談して決めましょう、もちろんこれもいいです。はい、ね。まあ、ですから別になりという表現が使わなくても、まあ、例えばたりとか、まあ、やなどを使えば、まあ、同じように表現はできますね。はい、そしてこれですね、ちょっと見てください。机の上に本なり雑誌なりがあります。これはおかしいです。なぜかというとこれはアドバイスではなくて、ただ机の上に何があるかを言うだけですね。こういう時にこのなりは使いません。ですからこれはおかしい、ね。じゃあ、やなどはどうですか。やなどは OK ですよね。はい、やなどはただ物がある、その例を挙げるとき、それからアドバイスの例を挙げるとき、これでもね、両方大丈夫です。ですから机の上に本や雑誌などがあります。これは OK、ね。はい、それから、日曜日は本を読むなりテレビを見るなりしました。これもね、ただね、日曜日何をしましたかという動作の例を挙げるだけです。別にアドバイスではありません。ね、こういう時にも、なりはやっぱり使えません。気をつけてください。ね、じゃあどういうんですか。こうですね。たりを使えばいいですよね。日曜日は本を読んだりテレビを見たりしました。これはいいですよね。動作の例を挙げる表現で、
たりたりしましたを使うのは大丈夫です。はい、はい、こんな感じでですね、まあ、なりなりはちょっとレベルの高い表現なのであまり使う頻度は高くありませんが、まあ、ぜひね高いレベルの皆さんはぜひ覚えてください。使ってみてください。大丈夫ですか。例文。運動するなり食事制限するなりして痩せた方がいいですよ。パンなりご飯なり何か食べてからこの薬を飲んでください。進路については親になり先生になり相談して決めましょう。煮るなり焼くなり好きにしろ。会話。先生、この立ち往生ってどういう意味ですか？自分で調べてみましたか？いいえ、調べていません。まずは自分で辞書を引くなりネットで検索するなりして、それでもわからなかったら先生に聞いてください。自分で調べることも勉強のうちですよ。はい、わかりました。